こんにちは。今日もお疲れ様です。元気ですか？元気ですよ。今日さ、お昼ご飯にさ、スンドゥブを食べたの、久しぶりに。チーズスンドゥブ食べたんですけど、めちゃめちゃ美味しかった。チーズスンドゥブ、違う、なんか東京スンドゥブでしたっけ、食べた。てか明日どうしよう。明日本当に浴衣じゃなくていいかな。今日ちょうどワンピースが届いたんです。またの機会に、また来年かな、浴衣。開かない。明日会いに行く、よろしくねって。明日大極寒やだね。ファン見る浴衣、確かに来年のファン入れの時にね、じゃん。2色あって、どっちの色がいいかな。友達が働いてるブランドでさ、可愛くて。どっちの色がいいですか？グレーっぽい色か、青っぽい色か。青っぽいの？てかさ、確かに2色、どっちがいいか。青っぽいの？グレー、青っぽいの。みんな青っぽいのがいいって。明日は夜なんですよ、話し会だから。絶対寒いのよね。昼は暖かいだろうけど。どうしようかな。じゃあまあ、どっちを着るかは明日のお楽しみということで。悩んどこ。浴衣じゃなくてごめんなさい。じゃあグレーの方ください。あげたい。そう、やっとね、風が本当にやっと良くなってきた。よかった。
握手会まで間に合わせるのさすがじゃん。やっぱね、明日のために明日に間に合わせるように風邪をひきました。タイミングをね考えてね。セレブリティ見終わったよ。おかげさま寝不足です。寝超不足です。超寝不足です。どうだった？セレブリティ面白いっしょ。面白かったでしょ。面白いのよセレブリティ。こんにちは。ユニバース見た人って聞いて何人ぐらい見たよって帰ってきた。2人。今ここにいる二人ですか。へえ、元 K-POP アイドルの方いたんだ。誰だろう。おみね。今ソウルめっちゃ寒い、氷点下だよね。韓国ってさ、なんか冬すっごい寒くなるイメージ。夜ご飯食べてないです。昨日赤ワイン飲まなかった。結局ビールとレモンサワー。ミネはそうだよ。あ、やっぱおミネアイドルっぽいもんね、見た目。ソウルのスンドゥブは羨ましい。食べたい。明日は幕張でしたっけ。焼き鳥めちゃめちゃ美味しかった。幕張で何時からだ。今回は全て幕張です。髪伸びましたね、急に。急に伸びました。いいな、たっかんばり。今日はカレー食べるよ、だっていいな。今日何食べようかな。餃子いいな。すき焼きいいな。すき焼き、なんか今日道歩いてて道歩いてて、あのなんていうの、現金しか使えないタイプの野菜屋さんがあって、八百屋さんみたいな。そうで、なんかまあいつもさスーパーとかであんまり値段気にしないで買うんだけど、野菜は普通に高いじゃないですか。で今日も普通に値段気にしないで買ったんですよ、いろいろ。そしたら600円くらいでさ、安ってなった。600円ってなって、絶対1000円いくと思って600円だった。八百屋さんっていいよね。ああいう野菜屋さん大好き。でも帰り重くて
重かった。そう、商店街の八百屋みたいなところで買ったんですよさ。わい、誕生日のお祝いご飯ないのでお祝いしてあげる。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーリエノリさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、おめでとうございます。鍋でもやるのやらないな。鍋じゃないな、なんかほうれん草とか買ってみちゃった。今安いの？野菜ってな、いくらだったっけな。なんかナスとかが100円とかな、 3,4 本入って100円とかな。ほうれん草は98円とかでしたよ。安い？それって安いよね。てか全部90何円とかだった。トマトがめちゃくちゃ高い。そうなんだ。安いよね。いいお買い物した。最近トマトが高い。へえ。今日も眠い。商店街の焼き鳥屋さん15時から19時までしか開いてないけど激うまなんか食べたし、え、食べたい。いいね、なんか15時から19時までってめっちゃよくない？誰が食べに行けるの？15時から19時までってめっちゃ行きたい。それ午後休取ってさ、私は午後休とかないけど普通に働いてたら午後休取っていったらめっちゃ幸せ感じそう。この手の動きは何でしょう？テイクアウト限定？なるほどね。白菜は鍋に必須ですからね。てかさ、私この時期さ、やっぱさダウンさ重いじゃないですか。でさ電車乗るとさ暑いじゃん。でさ汗かくじゃないですか。やっぱ嫌いだってなりました、この時期。着てるもの重いし、なんか室内汗かくのがめっちゃ嫌い。そう、それ汗が冷えた時もめちゃくちゃ寒くなるよね。わかる。で今日電車、満員電車に乗ってめっちゃ暑くてなりました。そうやって白いダウンいつも着てるよ。北海道の冬一生そう。ダウンって軽いのが売りだと思ってた。重い。確かに電車って本当に嫌よね。確かに私のダウンは重たかったです。ウルトラライトダウンとか軽そう。やっぱユニクロすごいみたいなとこある。今年って秋なかったよね。うん、秋なかった。今日はワンピースの上にカーディガン、キヨーっと突然違う服見、ほんとね服を見てました。
明日着るニットはどれにしようかなって、怖がらないで、そろそろ順位見ますかね。予定してた方は手元にありますよ。てか秋服着たい服あったのに。お話し会で終わっちゃったよ。明日浴衣じゃないですって正式にどこかに書かなきゃ。謝ろう。ちょっと風邪治ったばっかなので申し訳ない。なんか確かに配信とかでね切れたら来ます。じゃあそろそろ順位を見ますね。13位かがやきホテイトさん、12位もとさん、11位なめこさん、あなんか、あ10位ピオチさん、9位ヤシーさん、8位ちゃんたちゃん、7位山崎まさひろ、美人でかわいい大好き日曜日の握手会行くよありがとう、6位ゆきちゃん、5位あやなのくまちゃん。とにかく今日顔がめちゃくちゃかわいいよ、久々に会えるの楽しみ、結婚な、いつもかわいいでしょ。4位カズハシタグジェムナーさん、3位ナオジーさん、2位クリリカさん、1位アカネちゃんでした。55位モナちゃん枠がマリナーズさんでした。ありがとうございました。じゃあまたね、また明日ね、ありがとうございました。明日は遅い時間なのでみんなも風邪ひかないようにあったかくして幕張来てくださる方は暖かくしてきてください。じゃあバイバーイ、ありがとうございました、バイバーイ。